高知南部へ元五年に至り七年官兵がま、外月元旧四字母所蔵、巨円館館は、中国内モンゴル自治区、エジンバタから、官縮小州戦士の東北部にある巨円のろし引きり遺跡から発見された、全館,館,館、五館台の木館。歴史資料として、貴重なだけでなく、書籍としても珍重されている。19世紀末から、中国大陸では、 トンコウやチベットを中心とする最域の探検と遺跡の発掘、調査が多くの探検家によって行われていた。そのような探検家の一人であったスウェーデンのスベンヘディンは1899年頃からたびたび探検隊を組んで調査を行い、木管などを大量に発見した実績があった。その年代は全艦大から疑心南北朝時代までにわたったが、 その数は、せいぜい数百本程度であった。その中で、1930年からヘディンを団長とする、スウェーデン、中国合同の西北科学交差団が、再域入りすることになった。同団は、ゴビ砂漠を横断中、暴楼の跡を発掘していたのであるが、この際に、関代の木管が発見された。ここから、芋づる式に木管の発見が相次ぎ、 翌1931年にかけて調査した結果、館内のものだけ約1万枚という未曾有の量の木管が出土するに至ったのである。発見者は考古学者のフォルケ・ベリー・マンである。これらの総称が巨縁管管である。現在は台湾の中央研究院歴史語源研究所が所蔵しており、写真をオンラインで見ることができる。 巨円官艦,艦の年代はすべて元代で、全艦の武定が巨円権を置いてから五官中頃までに及ぶ。具体的に使われている記念で最古のものは大初三年、最新のものは英元十年である。通常の中国の監読と異なって、竹製のものは少なく、大部分は木製である。その内容の多くは公文書で、 特にこの地を警護していた懲役軍巨点問いや、片水問いの駐屯の記録が大半であるが、一部、当時の法律や、医学書、暦などが含まれている。巨点官官は、元代における、再域当治の実態を明らかにする、第一級の資料として高く評価された。その大きな要因は、駐屯の記録が、内容のほとんどを占めているということにある。この地域は、辺境の地であり、 常に周囲の移民族からの脅威にさらされていた。そのため軍事的に重要な土地であり、その記録が残されていることは、すべて当時の災域経営を直接的に物語ることになるのである。その前区分と交渉は、ローによって1943年に巨円漢漢公爵としてまとめられた。戦後にも1957年に中国科学院考古研究所から、 巨円カ観光編が1980年に中国社会科学院考古研究所から巨円カ観光ン編が出版されている。また並行して発掘調査も続いており、1972年から巨円考古隊が越中流域の再調査を行い、1973年以降、さらに2万枚以上の木管が発見されている。巨円と入り法令館所像。 巨円関関は書道の世界にも大きな発見をもたらした。巨円関関の書かれた時代は、天書から霊書へと書体が変化する時期にあたっているが、ちょうどその変化イる霊編のあった前館台にはほとんど石踏みなどの金石踏みが残されておらず、ごくわずかな書籍から推測するだけの状態であった。しかし、巨円関関には純粋な天書から始まって霊書になりかけた初期の霊書である。 これ、完全な託を持つ霊書イコール八分霊まで、この時代考えうる移行期の書体がすべて使用されており、霊変の過程が明らかになった。それまで霊変は天書これ八分霊と直線的に起こったと考えられていたが、虚言観観で、ほぼ同時代にこれと八分霊が混在していることから、もともと八分霊は霊書の書風の一つであって、それが、 これへの処方に代わり後に標準となったと結論づけられたのである。このような書道史上の価値も去ることながら一般民衆の手に木簡書として一つのジャンルを形成しつつある。ありがとうございます。